こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。作り置き常備菜4品です。大根の皮はちょっと厚めに剥きます。でこれはもう捨てないで取っておいてください。後から使います。で薄く切っていきます。でペペペペペって広げて千切りにします。軽く塩もみします。でこれ取り忘れてました。大根の皮と人参をこう細く切ったやつです。でナスは縦半分に切ってトン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 って隠し包丁を入れていきます。味なじみが良くなります。で食べやすい大きさに切ります。でラップをふんわりかぶしてレンチンします。でこれ桃への刻みにんにくを使ってます。小さじ1、ポン酢大さじ2、オリーブオイル大さじ1です。でざっくり混ぜます。でレンチンしたナスが熱いうちに合わせ調味料にドボドボ入れていきます。で優しくざっくり混ぜ合わせます。でこれでナスのカルパッチョ風の出来上がりです。でこれは塩もみしておいた大根の水気をしっかり絞ります。で、かいわれも水気をしっかり切って、かつお節、マヨネーズ、塩コショウで調味します。で、これも全体をしっかり混ぜ合わせます。ちょっとね、かいわれがシャンシャンしてるから混ぜにくいけど、大丈夫です。で、大根とかいわれのツナサラダの完成です。でこれあらかじめ茹でておいた春菊です。からし醤油で和えます。ただそんだけ。春菊の水気をしっかり切って、でからし醤油で和える。簡単だけどすごい美味しいです。はい。で春菊のからし醤油和えの出来上がり。でフライパンにごま油をペペッて入れて、大根側と人参を炒めていきます。でしんなりしてきたら砂糖濃い口醤油で調味します。味加減は調整してください。各家庭の味で。で炒め合わせます。で仕上げにごまをちょっと入れるつもりがドボッと出た、ごまを入れて炒め合わせます。で大根側のきんぴらの完成です。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。フォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。